吉住真は、テイルズ・オブ・シリーズのプロデューサーを務める、ゲームクリエイター。バンダイナムコ・セブンズ所属。福岡県生まれ、大分県大分市出身。大分県立大分舞鶴高等学校、明治大学政治経済学部を経て、女神転生を面白いと思ったことをきっかけに百9 8 8年に、ナムコに入社。入社一年目は、東京、二年目以降は、 大阪で6年間営業をしていた。その後、さらに7年間のゲームの宣伝や広報のプロモーション業務を経験。その中には、プロデューサーとして関わる前のテールズ・オブ・シリーズも含む、入社前から営業の仕事を希望していた。しかし実際に働いてみると、自分の想像と違う部分があり、会社を辞めようとも思ったが、こうすれば面白くなると考えて、 自分で面白くしていった。東京に転勤することとなった際、パブリシティをやってと要求され承諾し、パブリシティの仕事として、開発とコミュニケーションを取るうちに、販売と開発の橋渡しをするようになる。タイアップアーティストのことや、販売方法について、開発に指示をしていると、上司から、そういうのは、プロデューサーというと指摘され、2002年5月より、 実際にテイルズ・オブ・シリーズのプロデューサーを務めており、シリーズの生みの親と紹介されることもある。2007年のテイルズ・オブ・イノセンス以降は、ババ・ヒデオがシリーズのプロデューサー及びブランドマネージャーを担当し、吉住は統括プロデューサーとしてシリーズを統括するようになる。2019年4月より新設されたバンダイナム・コ・セブンズへ移り、ライツやプロモーションを担当。 ありがとうございます。